北欧神話のスユンあるいはシュンは、弁護的な否認に関連する女神である。スユンは13世紀に、スノーリストルルソンが表した、スノーリノエッタと、スカルド氏に用いられるケニングによって裏付けられる。スノーリノエッタの、ギュルビタブラカシの35章で、ハールは16柱のアース女神について、簡単に説明する。ハールは、スユンを11番目に上げ、彼女について、 広間の扉を守り、立ち入るべきではない人々を締め出すと衝述する。ハールは、スユンは、民会で、意義を申し立てたいと願う法的な事柄について、弁護的な立場で権利を行使すると付け加えて述べる。そして彼女の名前を、否認は、人が否定するときになされるという言い回しと、関連づける。スノーリの言ったの、死後法で、 スユンは27柱のアース女神のリストの中に含まれる。またスユンは守護法の中に記録される作品の2つのケニングに用いられている。1つはエイリーブル・ゴズルーナルソンのソウル昇華で霜の巨人を指すものと、もう1つはステイナールによる女性のスユンを指すものである。レドルフ・ジメックはスユンはコーキー教時代に記録された女神の名前の中に位置を 占めるが、これらの女神は先立つ時代には、集合的なリスたちであったと考えられ、同様に、ゲルマンの多神信仰のマトロナへと関連していると述べている。翻訳元翻訳。ありがとうございます。